平野紫耀インスタ解説2ヶ月でフォロワー400万人突破。その輝かしい天気とはこんにちは、読者の皆さん。今回は、元キングプリンスへのメンバーで、トベエンターテインメントの一員として新たな一歩を踏み出した平野紫耀さんに焦点を当ててみたいと思います。なんと、彼はわずか2ヶ月でインスタグラムのフォロワー数が400万人を突破しました。 その驚異的な快挙と、その背後にあるストーリーを探りましょう。平野紫耀の輝かしい天気。2023年10月10日、平野紫耀さんは自身のインスタグラムアカウントを更新し、そのストーリーズ機能を駆使して、フォロワー数400万人突破の大成功を報告しました。彼は紫色の背景に、文字だけで、いつの間にか400万人、わい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 。 と大いに喜びを表現しました。この驚異的な数字に至るまで、平野紫洋さんのキャリアには数々の転機がありました。彼は2021年5月22日にキングプリンスを脱退し、ジャニーズ事務所からも退場。その後、滝沢秀明氏が立ち上げたエンターテインメント会社戸辺神宮寺祐太さんと共に合流しました。 そして、同日にはインスタグラムアカウントを開設しました。その後、たったの2ヶ月で400万人のフォロワーを獲得するまでに成長しました。ファンとのコミュニケーション。平野志陽さんは、インスタグラムを通じてファンと密接なコミュニケーションを築いてきました。彼は先月14日に初の単独インスタライブを実施し。 開始5分も経たないうちに約36万人ものファンを魅了しました。また、同30日にはサプライズで横浜流星さんとのコラボを実現させ、瞬間最大約52万人もの視聴者を魅了しました。結論。平野志陽さんのインスタグラムでの成功は、彼のエンターテイナーとしての魅力、そして独自のコミュニケーション能力を示すものです。 彼はファンとの緊密なつながりを築き、その結果、わずか2ヶ月で400万人のフォロワーを獲得しました。これからも彼の活躍に期待が高まります。最後に、平野志陽さんに感謝の意を表し、今後のさらなる成功に期待を寄せましょう。読者への挨拶、平野志陽さんの成功は、彼の才能と努力の賜物です。 彼の今後の活動に注目し、彼を応援し続けましょう。ありがとうございました。平野紫耀、平野翔は章は、1993年1月29日に日本の大阪府で生まれました。彼は日本の男性俳優、歌手、ダンサーで、ジャニーズ事務所に所属しています。平野紫耀は、ジャニーズ事務所に入所した後、2012年にキングプリンス、 キンプリとしてデビューしました。彼はグループのメンバーとして音楽活動やテレビ番組などで活躍しています。彼は俳優としても成功し、テレビドラマや映画に出演しています。また彼は優れたダンサーとしても知られており、音楽番組やコンサートでその才能を発揮しています。 平野紫仕様は若い世代を中心に広く人気があり、その魅力的な外見と多彩な才能で多くのファンを魅了しています。